ばあれ？観光農園の長男の動画が始まるよ。はい、長男です。今日はですね、なんか富士山の近くでフォレスターファンミーティングっていうのがあるらしいんで、ちょっと行ってみたいと思います。今日はですね、明け方まで雨が降ってたんですけど、今8時なんですけど、天気がだいぶね回復して、もう太陽も出てきたんでね、お出かけ日和、イベント日和じゃないでしょうか。でもちょっと疑問なんですよね、フォレスターファンミーティングだったら FFM のはずなんですけど、イベントの頭文字が DFM なんですよね。その辺がちょっと疑問なんで、行って潜入してどうかっていうところですね。で、なんかアウェー感がすごいんですよね。なんかフォレスターファンミーティングかと思ってきたらデリカしかいないんですよね。どういうことでしょうか。潜入してみたいと思います。カーブの先の先までデリカなんだ。台数やばっ。あれ？おっさん。
あ、来ちゃいました。長男さん、長男さんは撮ってる人が撮ってる。長男さんはね、長男さんです。来ちゃいました。みんなびっくりしてます。もう完全アウェイです。でも、あ、買うんですよね。もうそれはもう怪しい、怪しい返事だな。それはもう怪しい返事。ガードマンさん、1対2入る。長崎。本当日本各地から来てる感じですよ。もうぼちぼちお帰りの方もいるみたいですよ。です。でですね、今日はですね、今デリカファンミーティングへ行ってきたんですけど、その帰りじゃないんだけど、今日はね